はじめまして、インターンシップ生の松本と申します。今回からこのインターンシップ中にアンリアルエンジン4を使ってゲームを制作していく過程を1日ごとの成果を含めて記事にしていこうと思います。まずアンリアルエンジン4というものについて少し説明します。アンリアルエンジン4というゲームエンジンではブループリントという他のプログラミング言語とは違う方法でプログラミングしていく言語が搭載されています。その方法は言語を記述するのではなくマウスを使い部品と部品をつなげるだけです。現在のアンリアルエンジン4になる以前までは C++ を使った開発が基本でしたが、このブループリントが出たことにより最近ではブループリントがアンリアルエンジンでの開発の主流になってきています。次にこのアンリアルエンジン4を使ってどういったゲームを作っていくか概要を説明します。条件として7日間のインターンシップ中に完成すること、夏というテーマに沿ったものというものがあります。まず夏というテーマに沿ったものとしていくつかのものが思いつきましたが、この中からスイカ割りのゲームを作ろうと思いました。ゲームの大まかなルールは、ゲーム上のキャラクターは自動で動き、手にはスイカを割る用の棒を持たせる、左右へ動きを修正させることのできるものを置く、目標であるスイカに取り付き割ったらクリアで、ステージの範囲を決め、左右でその範囲を超えたらゲームオーバー。私たちプレイヤーはスイカ割りでいう周りで指示してくれる人としてゲームをプレイします。次にこのゲームを7日間で完成させるための計画を立てます。1キャラクターの設定、2そのキャラクターの動きを修正するシステムの設定、3ゲームオーバーになる範囲の設定と全体の確認。暫定的ではありますが、このような流れでできることを目標にやっていこうと思います。また作業の進行速度によってゲームの概要や作業の計画が変わることがあると思いますので、その場合は記述します。興味を持たれた方はお気軽にお問い合わせください。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。